差が出てくるんじゃないかなと思うんですね、うん、だからそういう中でもやっぱり どれだけ自分の力を発揮して頑張れるかっていうところですね、まあ、それからあのトーナメントリーダーの横尾要選手のパーティー、その横尾のティーショットです。トーナメントリーダーでスタートする気持ちっていうのは、2年の鈴木雅史171センチ、そして日体原高校3年の神山175センチ、イーブンでのスタートです。そして片山ですね、ちょっとボールは